はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、アセットコルサコンペティツォーネ、新しくね、DLC が追加されました。いきなりね、追加されたんでちょっとびっくりしましたけど、今回追加されたのはアメリカントラックパックっていうことですね。なので、新しいサーキットが3つで、新しいカラーリングも追加されてます。まあそのぐらいですね。車が追加されたとかはないです。だけどね、意外と高いんですよ。2000円超えてましたね。びっくり。まあちょっとね、斜めの方向だったかなとは思うんですよね。そう、ヨーロッパ系のレースのね、追加されるのかなとか。そう、個人的にはね、ノルドシュライフェ、まあニュルブルクリンクのね、北コースが追加されてほしいななんて思ってたけど、アメリカのサーキットってところでしたね。イムサとかね、追っかけてる人にしてみればね、嬉しいことなんじゃないでしょうかね。まあそれではね、紹介していきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、追加されたのはここですね。3つ、アメリカントラックパックですね。1つ目、コータ。そうですね、サーキットオブジアメリカズですね。略してコータですけど、まあこのオースティンのね、サーキットです。まあ F1 のね、アメリカグランプリも行われてるサーキットですね。はい、で次はね、もうアメリカのサーキットって言ったらここでしょう。インディアナポリスモータースピードウェイ、こちらとなっております。その外周のね、オーバルの方ではなく、中のね、内周の使ったような、まあトータル的なサーキットとなっております。はい、であとはね、これですね、ワトキンズグレン。でこちらのね、ワトキンズグレンですけど、アメリカのね、ニューヨーク州にある、まあこちらもスパと同じようにね、森の中にあるサーキットってところで、伝統的なね、耐久レースが開催されてるところでもありますね。プチルマンって言われてる、まあワトキンズグレン6時間耐久みたいな感じで開催されてたりしますね。デイトナ24時間とか並んでね、アメリカでも有名な耐久レースの一つとなっております。はい、じゃあ早速ね、コータからね、走ってみましょうかね。はい、じゃあね、コータですね。もう名物のね、1コーナーに向かう上り坂って感じですけど、すごいですよね、ほんと壁ですよね。写真で見る角度によってはね、すさまじいですからね、ほんとここの上り坂も。曲がりきれない、曲がりきれない。はい、何気にね、このコータってサーキット、まあ本当にね、あの F1 のゲーム以外ではなんか収録されてるのがあんまりないっていうかね、そういう意味ではね、ある意味珍しいというか、嬉しいところの一つでもあるのかなって思いますけどね。この本当最初のセクションのね、 S 字が難しいんですよね。コースの目標物がない。てか思ったより曲がんねえな。あの F1 の感覚でいくとね、全然曲がんないですよね。そう、コンペティツォーネ最近やってないでね、 F1 ばっかりやってたんでね。はいはい、とりあえず前半が終わってね、こっから後半に入っていくわけですけどね。まあね、とりあえず最近ね、サーキットもね、マンデリ化してきてたので、そういう意味ではね、新しくサーキット追加してくれるっていうのもね、嬉しいですね。ただね、そう、結構ね、サーキットの作り込みとかもね、細かいんでね、このコンペティツォーネって。まあそういうのもあって、ね、たった3つ追加するだけでもね2000円するんでしょうね、ほんと。ドアンだ、ドアンだ。だからね、このね、コンペティツォーネっていうゲーム、その DLC を含めるとね、現在とんでもねえ金額になってると思うんですけどね。大したサーキットと車の数があるわけではない。じゃあなんでそんな高いんだって言われたらね、やっぱりね、いろいろね、普通のゲームでは追求できねえところも追求してるよってところなんじゃない、ないんでしょうかね。その作り込みとか含めて。はいはい、こちらがね、まあ、車外視点のリプレイ映像になりますけどね。まあ、たったね、1台で単走してるとね、
それじゃなくてもだだっ広いコースがだだっ広く見えますよね。いや、このね、1コーナーがやっぱね、見えない。で、ここら辺のね、S 字の感覚はね、もう F1 の感覚でいくとね、間違いなく、つうか当たり前のようにグリップしないですね。全然鼻先入ってかね。単純にオーバースピードなんでしょうけどね。いいですよね、ほんと綺麗。うん、サーキットがやっぱ綺麗ですね。実際のね、路面はね、バンピーでね、ひどいらしいですけどね。MotoGP のライダーがね、死ぬって言ってるぐらいですからね。四輪ドライバーよりもね、二輪ライダーの方がね、敏感ですからね、路面のあれは。そう、レースできないレベルだよ、みたいなこと去年何しかね、結構記事で見たような気がします。で、一応ね、この路面の凹凸も GPS データでね、綺麗に再現してるっていうことなんですよね。このコンペティツォーネは。だからね、たった3つのサーキットが追加されただけでも2000円するっていう。今年からコンペティツォーネ始めますっていう人はね、きついですよね。俺は結局ね、じわ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 出てくる DLC をね、ポン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 1個ずつ買ってるからね、そこまで、うん、高いって気はしねえけど、気がついたら結構なね、金額をね、納めてるって感じでしょうからね。はい、じゃあね、次のサーキット行ってみましょうね。はい、次はね、とりあえずホットラップモードでやらせてくださいってことでね、ピットロードね、なかなかと走るのがね、あれなんで。はい、行きましょう。こちらね、インディアナポリスですね。まあ言わずと知れたね、インディ500とね、まあ舞台として有名なサーキットですけど、今ねサーキットのオーナーがね、ロジャー・ペンスキーで、チームペンスキーのね、オーナーさんが所有してるってところでね、どんだけ金持ってんだよって感じですよね、ほんと。ペンスキーってチームは。まあ、その、ロジャー・ペンスキーって人物ですよね。ペンスキーっていうチームっていうよりも。で、オーバルレースと違ってね、外周部分はね、オーバルレースの逆走ですね。オーバルはね、時計と反対回りですけど、こっちはね、時計回りって感じで。で、内側のね、パーマネント部分に入ってきましたけど、とりあえずね、ここのサーキットはね、フラットですよね。そう、これはね、グリッドとか、おう、ちょっと分かりにくかったね。そう、グリッドとか、プロジェクトカーズとかにもね、収録されてたかなって感じですよね。おう、このバックストレートっていうかね、中間のね、ストレートがね、やたらめったら広いんですよね。まあ基本的にはね、直角コーナーばっかりの感じかなのかな。そう、意外とね、その直角コーナーでね、構成されてるイメージ。はい、こっからね、またね、外周部分に入ってきますけど、昔ね、 F1 でやったアメリカグランプリのね、インディのインディアナポリスのレイアウトではないって感じですね。まあ現在アメリカでもね、このレイアウトでね、イムサとかやってるんでしょうね、多分。俺も見てないんで分かんないですけどね。はい、一周回ってきました。はい、リプレイ画面ですけど、こんな感じですね。もうなんかね、ろくに喋ることないんかいっていうツッコミがあるかもしれないけど、ないんですね。特にインプットされてる情報はないです。ただね、結構個人的には好きかな。うん、どういうところが好きって言われたら、このコーナーの構成ですかね。うん、低中速コーナーがまあメインって感じですけど、うん、あんまりね、高速コーナーが多いサーキットよりはいいかな。で、敷いてあげるとしたら起伏がないんで、ちょっとね、その俗に言うね、クリッピングポイントが見にくいかなっていうところはありますね。目標物がね、見えないんですよね。もうちょっと起伏がある方のがほら、見えたりするわけじゃないですか。まあ逆に見えなくなる部分もあるけど。そう、だからなんかね、その起伏がないのはちょっとね、なんか違和感あるなっていうのがありますけど、まあ
こう自然に作られたねコースではないのでね、しょうがないのかなっていうところですよね。あくまでもオーバルの内側に作ってるサーキットなので。はい、じゃあね、次のサーキットいきたいと思いますね。はい、じゃあそれではね、ワトキンズグレン行ってみましょう。ホットラップですね、こちらも。確かね、このサーキットはプロジェクトカーズ3とかにね収録されてたような気がします。2にも収録されてたかもしれないですけどね。ちょっとね、面白そうな予感がするんですよね。はい、こっからですね。1コーナーは2速コーナーって感じで、立ち上がりはね結構早めに踏んでいけるかもしれない。なんならね3速でも曲がれるかもね。で、次のコーナーはねバンクでそのまま全開、この奥のコーナーも全開、6速に入る、とにかく全開。いいね、ここら辺の流れ好き、前半のね。この後のね、ちょっとヘアピンじゃなくて試験でね、ちょっとあれですか、あれなんつうの、フェイントかけられるかもしんないけど。で、またそのね、試験後に中速コーナーでどんどん加速しながらの曲がっていく感じですね。あ、いいね、ここ下っていく感じでね、いいですね。こういうね、やっぱ起伏のあるサーキットいいですね。エスケープゾーンがね、ないのはね、ちょっと気になるけど。で、ここもね、右コーナーで結構きつめですけど、ただバンクがついてるし、上り坂なんでね、思ったよりはきつくないっていうところで、曲がりやすいかもしんないです。まあ、曲がりやすいってことはね、その分攻めづらくもあるんだろうけどね。ここはちょっと下り坂なんでね、アンダーが出やすいかもしんないですね。ここはちょっとエイペックスが見にくい感じ。で、立ち上がりがそこまで広いわけじゃないですね。壁だし。気をつけなくちゃいけないコーナーでしょうね。はい、もうこれで一周回ってきたかな。いやいやいや、これはね、面白そうですよ、ほんとこのサーキット。はい、今回のね、このワトキンズグレンを走ったのはね、アウディの R8 です。まあ、これは日本のチームですね。伝統的にね、アウディを使っている一つ山レーシングの車になっておりますけど、このワトキンズグレンね、やっぱり一番いいですね。楽しかった。まあ、こういうアングルで見るとね、思ったより狭いって感じはないけどね。ただ走行中の画面から見るとね、このコースは狭いって思いましたね。まあ、前半はそこまで狭くねえのか。このとにかくね、最初のあたりのね、高速セクションも楽しい。で、後半のね、テクニカルセクションもね、結構いい感じで、で、アップダウンもある。最高ですね。このサーキットはね、走り込みたくなるサーキット。早いとこね、攻略したいですね。ほんと。はい、ってことでね、とりあえず今回はね、この追加されたサーキット3つを紹介します。本当はね、カラーリングの方も紹介しようと思ったんですけど、カラーリングの方も紹介するとね、結構長くなりそうなので、まあ、前半部分で、とりあえずこのサーキットの紹介ってことで、次にね、まあ、もう一本動画上げて、そちらの方で、カラーリングの紹介っていうのをやっていきたいと思います。追加されたね。はい、それではね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。